朝ごはん食べて寝て、そう、うん、お昼ごはん食べて寝て、そう、そういう感じですよね。そう、うん、で考えてみたら私の方まだ元気なんだから、はい、お風呂は一人で入れたし、あ、それはすごい、ね、もうおばあちゃんは私が入れてたから、あ、そうですか、うん、入れて、うん、一緒に入って背中流してくれて、はい、それで出して美智子が支度してくれて、あ、なるほどね、うん、だから私は出てきて全部自分でやるから、はい、そうだよね、それ元気だね、それだけやね、ね、すごいや、おーしたら永井さんの旦那さん竹内さん、な、なんだ、奈美ちゃん、もうみんなだもん、そうなんだ、嫌なっちゃうね、それで富永さんと世田谷の人も、はい、おらり、死のあれに引っかかって、うん、胃がんだと思う、そうなの、だから行かなきゃよかったな、こう言ってたよ行かなきゃよかったでも痛かねえんだっつうから、ほら、はい、なるほどね、でも早く通ればね、そうだよね、だって3人に人はがんだっつうからいいやないね、え、今増えてきた、ね、だから多くあのお医者さんがありすぎてこれね、昔はいなかったもんね、そうですよね、そう、医者がらじゃ